はっけえ。あれが聖女に守られしお宝、命の泉。その肺から溢れる水は、飲んだ者に永遠の命を与えるか。だいぶ話に尾ひれがついたもんだな。宝を守る聖女なんてどこにもいねえじゃん。あ、ジョーちゃんこんなところで迷子か。泉を守ってるの。あ？あなたのような族からね。それはこっちが言いたいわ。大体なんで生きてるの？人間がこの高さから落ちて無事のはずがないのに。いや、うっかり枝に引っかかったり、たまたま木が密集してるところに落ちたり。まさかこの森が人間を助けるはず。知るかったやの。にしてもまさかジョーちゃんが秘宝を守る番人だったとはな。こっちもマジでやらせてもらうぜ。殺して奪う。人間は皆考えることが同じね。ダメー！俺の人生に乾杯！なんじゃこりゃ！あなたたち人間に別れとは言わないわ。でも命の泉がなくなれば、この森は全て枯れ果ててしまうの。諦めてここから立ち去りなさい。あ、分かった。分かったって、よくもそんな嘘を。いや、マジで。私が人の心を読めることも知らないで。しゃあね。ここの森のワイルドベリーで作ったエールが半端なくうまいんだよな。さすがにあれが飲めなくなるのは困るわ。この人。はあ、無駄足かよ。あなた、一体何者？見りゃわかんだろ、族だよ。バンデットバンで通ってる。ジョーちゃんは？子供じゃないわ。エレインは？が奪いに来たのが命の泉じゃなくて私だったらよかったのに。じゃあそうするか。あじゃあ早速。からかわないで。マジだぜ。どうも俺は人間と気が合わなくてよ。それにお前、俺の話をマジで聞いてくれるもんな。私が命の泉を守らなきゃ、この森は。まあ俺に任せとけ。お前の兄貴を探して連れ戻すんだよ。そうすりゃお前は晴れて自由の身だ。それは煉獄の炎だけ。でも彼らは古の大戦で女神族に敗れ封印されたはず。命の泉は大丈夫、とっさに。よし、お前はそれを持ってさっさと逃げろ。あなたも一緒に。魔人はまだ私たちに気づいてないわ。し、だから今のうちに一発で仕留めんの。一発だ。ダメ、パン！あっちの心臓は一つじゃ。
でもね、人生も長く生きられりゃいつかはいいことあるかもなって、そんだけ。もし永遠の命を手にしてもいいことなんて何もなかったら。